拠費用500万円そんで毎月50万も払うってか。いくら総部長に転職したからって簡単に払える額じゃねえぞ。これで驚くのは早いぞ。見てみろこのエクセレントコースってやつを。入居費2000万、月額100万、なんだこれ。いわゆるビップルームってやつだろうな。まさかナノハはこのエクセレントコースに親父さんを。さすがにそれはないだろう。いや、ナノハならあり得る。ナノハはそういう子なんだよ。ナノハにとって親父さんは唯一の家族なんだ。大企業に就職したのも、そこを辞めてうちに来たのも、全ては男手一つで育ててくれた親父さんのためだ。親父さんが最後を過ごす場所として最高の場所を用意したかったんだろう。高い施設に入れたとは思っていたが、まさかここまでとは。ナノハのやつ、親父さんのこととなると本当無茶しやがる。店長、本当は裏引き云々より彼女のことが純粋に心配で俺らに調べさせたんだな。ああ、店で起きたトラブルは俺が守ってやれる。でも外で何かあっても俺は何もしてやれねえ。うちの店は訳ありの子ばっかりだ。あの子たちにいつ何が起きてもおかしくない。だから長く休む奴がいると落ち着かねえんだよ。あんた本当は従業員思いのいい店長じゃないか。口が悪いもんで誤解しちまったよ。なのかな、裏引き相手はもう探さなくていいよ。彼女は親父さんのために危険を冒してでも裏引きしなきゃいけねえなら邪魔する権利はない。俺は目をつむるしかねえ。おそらく彼女は裏引きしちゃいねえっすよ。え、今日見た彼女は髪の毛もボサボサでひどくやつれてました。店長に電話してきた通り彼女は体調を崩してるのは間違いないよ。見た感じだと辛労で参ってるって感じだったな。辛労？理由はおそらく。親父さんの保証人は間違いなくナンハだ。そのナノハが親父さんに会わせてもらえないなんてどう考えたっておかしい。今日だって施設の人間に200万も払ってたんだろう。今日の200万は入居費用の一部だろうな。おそらく彼女が全額を支払い終えるまで施設は親父さんに会わせないつもりなんじゃねえのかな。本当ならひでえ話だ。ありえねえ話じゃねえな。今や5人に1人以上が高齢者って時代だ。そこを狙う悪質なビジネスも横行してる。一見クリーンそうに見えるこんな施設だってどんな裏があるか分かったもんじゃねえ。きっとこうじゃねえか。入居費用は分割支払いでいいと言ってまずは親父さんを施設に入れさせ、ところが蓋を開けてみると全額支払い終えなければ面会すらさせてもらえない。なんでそんなことを。そうすりゃ無理してでも早く払い終えようとするだろう。結果施設としては迅速かつ確実に金を手に入れられるからな。まさか、そんな。いや、悪どい奴らはそのまさかを平気でやる連中だ。じゃあナノハはそれが原因で心労がたたって体を壊した。ああ、このままだと彼女の収入が減る一方だ。そしてこれからますます支払いが遅れるだろう。じゃああの子が親父さんに会えるのはいつになるんだ。ずっと先だな。下手するともっとひどいことに。もっとひどいこと？
どんな契約をあの施設としたのかわからねえが、最悪は支払いができない時点で親父さんも追い出されて金も返金されないとか。なんてこった。体壊すような思いしてまで頑張ったのにな。彼女、パンフレットが立派なら、中が劣悪な環境だとしても誰にも気づかれない。施設としてはケアの手間と金が省けるしな。結局のとこ、入居時費用を早く支払おうが遅れようが、施設にはメリットしかねえってわけか。その読みが当たってりゃ、とんでもねえ悪徳施設だな。俺たちだってそれができるもんならすぐにでも連れ出してやりたいさ。だけど娘さんだって入れちゃくれねえ施設さ。おまけにセキュリティも厳しくて、まあ、とてもじゃねえが中には。いや、あん中に入る方法は一つだけあるぜ。え？店長、この店副業って OK？ え？少しの間俺たちは日だまりの城の中で働いてきますわ。バイトで潜入するってわけか。そんなに簡単に雇ってくれるか。ハローワークの神戸所長に頼み込んでみようぜ。あの人なら力になってくれるはずだ。よし、神戸には俺から電話して事情を伝えておく。どうにか菜の花の親父さんを救い出して彼女を店に復帰させてくれ。